しい。おはようございます。どうもジャングル大西でございます。皆さん今日はですね、あのジャングル大西一人でお送りいたしますが、なんとですね、この家に問題が起きてしまいましてですね、ネズミでございます。なんとこの2日間僕らの家にある食料をネズミに荒らされています。これが俺らが食べようとしたパン、もう分かるね、こっからでも。じゃじゃん、誰かに食われてます。そんなことある？これ誰なん？絶対ネズミっしょ。見てこれ、すごい。でしかもここだけ穴開けていくっていうね。あれ小学生の食い方ね。そう、耳だけ残す、中だけ食う、真ん中のね、真ん中だけ、美味しいとこだけ食うと。ネズミじゃないかって言ってたら、今朝またここにね、ゴミ袋黄色のあるんですけど、これがなんとですよ、被害に遭われてると。これはあの朝山田さん気づいたんですけど、これ破れてるんですよ。これね、見てください、どう見ても分かると思うんですけど、これ人がギリって破ったように見えないでしょ。だし、こんぐらいちょこっと破くってね、いや狂気よね。そうなんですよ。そもそもなぜここ破るってね、人が破るなら。僕あの東京でバイトしてた時になんか聞いたんですよ、こういう風にあの店とかやっぱ出るとこ多いんで、東京飲食店はね、特に東京多いじゃないですか、うん、でどういう風にやるんですかって聞いたら、なんかあの僕らがやってたのがキッチンのシンクあるじゃないですか、うん、でっかいあそこにあの深夜店出る時に水を満パンしたぐらいまでちょっと溜めて、でその中にだいたい通路らしいんで、ネズミがで寝てる、ほら夜気づかないじゃないですか。なんでそこであの溺れて溺死さすという、なんとも原始的なやり方です、このご時世。なんで今回僕らもその溺死にちょっとチャレンジしたいなと思いまして、今から作ってそのトラップを今日の夜仕掛けたいなと思います。工作の方にういーてみまひよーい。はい、では早速工作いきたいと思います。やり方がですね、こちらこれですね、はい、一斗缶ありますね。でこれを、まあ、両端穴開けてですね、こちらこの鉄の棒を中に入れて、でこのパイプをですね、まあ、こういうことです。ここにこうつけるわけですよ、はい、でネズミが登ってきたところをこう回転しますんで、スルッと落としまして、下に水を溜めておいて溺死さすと、ね、はい、溺死でございますんで。その前に寒くない？ん？寒くないですよ。素朴な疑問なんですか？はい、寒くないですよ。だってもう2月も終わりますし、寒いですか？だって家の中より外の方が暖かいんですから、ここは。全然さっきは寒かったよ。オープニングは寒かった。でも外出て2、3度上がってるから。このマジで謎だよね。うん。2、3度を暖かく感じれるというもう俺は体になってきてますんで、こうやってトントンして穴を開けていきますんで。この辺がいいかな、この辺でいいのかな、場所的に、ね、じゃあ行きます。どうやろで、はい、こうね、こういう感じになるね、はい、で、ノコギリか、はい、いけるな、はい、で原理としてはこう、まあこんぐらいもあればいいんじゃない、どうなんかな、もっともらった方がいいかな、お、さっきより良くなった気する ね、確かに、お、いいや、めっちゃ楽しむんちゃう、ネズミおからでございます。これを、まあ、一応グルーガンつけまして、グルーガンつけて、まあ、ペタペタ貼っていこうと、まあ、多分このままでもつくんでしょうけど、一応念には念をグルーガンつけて、おからはつく、いい感じじゃない、ちょっと回してみていい、ああ大丈夫でしょ、まあ、まあ大丈夫で、固まったら落ちなくなると思うんで、ここにねトラップを仕掛けたいなと思いますんで、
まずここで木の板を、まあ、こういう風にしてネズミが登ってこれるように設置したいなと思います。倒れないようにできますね。まあこんだけつけとけば大丈夫でしょ。こっちは、はい、じゃ入れますね。いや、それが心配。大丈夫っぽい。こんなんでどうでしょうか。いけるね。はい、はい、ということでネズミトラップ完成です。あとは引っかかってくれるのを待つだけ。そうね、明日を待つのみだな。そう、運よく引っかからない可能性もある。ある。なんかあそこに行けば飯あるぞって多分ネズミ界で回ってると思うんで、この辺の出てくるはずなので、今晩はこれで、ネズミが出てくるのを待ちたいと思います。ということで本日の工作は以上です。どうもありがとう。そして独占に暮らし、チャンネル登録よろしくお願いします。にゃー。